した。アマタスプリングスは撮ってる？アマタスプリング。アマタスプリングはバンカーが多いフェアウェイの。7番ホール、パー5です。ここはフェードっぽくコースなりに打てたらなと思います。しっかり放物線をイメージして構えます。残っていましたね。前も抜けているので、ここは7番アイアンで低めにフェアウェイに出したいと思います。距離がまだまだ残っているので、ここは4番ウッドで距離を稼ぎたいです。このグリーンはマウンドの傾斜でかなりボールが右に流れていきます。なので左側に打ちます。なんとかギリギリグリーンに止まりました。あと一転がりで池に落ちちゃってたかもしれません。おー、このパーは大きいですね。ゴルフはパターが入るとスコアにつながりますよね。これはすごく嬉しかったです。オープンカー、ここはミュージアムです。140ヤード、6番アイアン、アゲンスト、このホールはティーショット難しいんですが、奥につけてしまった場合にかなりの2段グリーンになっているので、パターも非常に難しくなっています。ケポチャしちゃった可能性がありますね。このグリーンはやばいです。ぐねぐね、え、兄がスーパーショットを打つと宣言しています。うまくいくのでしょうか。ナイス。
私のボールは赤食いの外側ですが残っていました。打てそうだったのでノーソールで打ちます。左側に池がありますが、右に行きすぎるとセカンドショットが狙えません。なので正面にあるバンカー方向を狙って打ちたいと思います。上げているので少し大きめのクラブで打ちます。右手の力を抜いて左に引っ掛けないようにしたいと思います。ノースパイス。辛いの苦手なんですね。麺の種類ここに書いてある。麺の種類ここに書いてあるよ。エッグヌードル。スープ。ノースパイス。パクチー。I like パクチー。すごいボリューム満点。食べます。はい。本当だった。Okay. 何かを入れよう。うん、美味しい。本当だったんだよ。OK。何麺？何かを足します。